おかん。何？再来週さ、たかしんち泊まりに行くやつ、あれいいって言ったから行ってやんな。は？いや、いいっつってたやん、泊まりに行って。無理無理無理、やっぱ無理。あなた3日前門限破りました。無理無理無理、やっぱ無理。その時お母さん、生活態度を見てから決めますって言いました。無理無理無理、やっぱ無理。違う違う、ね、なんなんそれ、急に歌い出して。え？いや、この前 YouTube を見よったらた、出てきたって。なんかジャニーズの中デビューさせた人おるんでしょ、スノーマンかなんか。スノーマン、 それで踊りを出してね。それで耳に残ってると歌え。無理無理無理、やっぱ無理。あなた門限破りましたもんね。無理無理無理、やっぱ無理。先月と今月で2回門限破りました。ダメです。でもいいって。ダメよ。いいって言うてたやんか。その時いいって言ったのは、あんたの生活態度を見てから決めますってね。はぁ、だけ今の時点では OK ですって言ったでしょ。でもその後に門限破っとるけ。だけ無理無理無理、やっぱ無理。あなた門限破りましたもんね。かつくわ、その顔も腹立つし。しょうがないだ。そら、なんであんたお母さんとの約束破らんで、あんたの約束だけお母さん守るなんて意味わからんぞ。ああ、そうや。あともう一個。何？来週、野球部の集まり、行くって言ってたやろ。うん。で、あれ、お小遣い。おとんは OK 言ってたから、ちゃんとちょうだいよ。無理無理無理、やっぱ無理。今月支払いたくさんありますから。無理無理無理、やっぱ無理。来月も結婚式控えてますから。ちょ、無理無理無理、やっぱ無理。いいってやめろって、もう腹立つわ。耳に残るでしょ。ちょ、あかんって。なんだ、歌はどうでもいい、もう頼むわ。なんで、ちょ、無理よ。ちょ、ほんと無理で。ほんとだってもう今月もうお支払いもたくさんあるし、ちょっと結婚式も来月控えとるけん。ちょ、やめろってもう。なんで、なんせこいってそれ。だ、俺だけはね、お母さん持ってない。お父さんに聞いて、直接。でも直接喋ってや、それ、おとんと。だけど、自分で言うたらお父さんのへそくりかなんか持ってるらしいよ。もう、じゃあおとん何時に帰ってくんの。え、何時に帰ってくんの、おとん。8時、9時、10時、11時。8時、9時、10時、11時。何や。わからん。何やねん、その新しい曲。あ、これ同じ曲よ。さっきの無理無理無理と同じ曲よ。そうなん。8時、9時、10時、11時。8時、9時、10時。わかりません。何時に帰ってくるか。すっと言えや、じゃあそれ。時間も無駄よ、ほんま。いい、耳残るでしょ。あんたも見てみなさい、YouTube で。うん。あんたの彼氏になりたかっていう歌が出てくるき。ほんまか、それ。もうちょっと言ってや、もう自分で言いなさい。お母さんはもう言いました。無理無理無理、やっぱ無理。離れへんわ、頭から。チャンネル登録よろしくねー。